確かにこの部屋からあのお方の匂いは感じるのですが。そうです、あのお方はこんなおばさんではありませんでした。おばさんですって？おばさんはおばさんなのです。おばさんだからおばさんと言ったのです。ちょっと言葉には気をつけないと。まったく不愉快な子ね。どうやらリサの勘違いだったようです。他の場所を回ってみましょう。エリザ先生、私も同行します。あんな子が校内をうろつけば必ず騒ぎが起こるでしょ。とはいえ校内から追い出したところで素直に言うことを聞くとも思えない。彼女の言う恩人とかいう人物が見つかるまでは私が直接あの子を監視します。どうするの？同行させないというならあなたたちごと学校から追い出してよ。こそこそと話してるのかしら。なんでもないんです。先輩、こんにちは。あら、ゆうきちゃん、油絵もやるんだっけ？はい、学園祭の展示用に一枚挑戦してみようかと思って。そんな話はどうでもいいのです。リサはあのお方を探さなければならないのです。この方が？何か心当たりはありますか？ごめんなさい、私にはちょっと。おかしいです。確かにこの部屋からあのお方の匂いがするのです。いいえ、そんな話聞いたことないです。やっぱこの子の勘違いなのかな。そんなことないのです。匂いは確かにするのです。ところで今何を描いてるの？あ、はい、以前うちで飼っていた番犬の絵なんです。
敵なのです。危ないのです。撃退したのです。安心していいのです。私の目が、ほら、ユキちゃん泣かないで。この子、悪気があってこんなことをやったわけじゃないんだから。でも…じゃあ、こうしたら、この子がここに現れたのも、その恩人とかいう人のせいなんだから、その人に謝ってもらうってのはどうかしら。ルミネだ。うん、リリス今とっても暇なの。キリュウ、ルミネ遊ぼう。あのね、私たち今は忙しいの。あなたと遊んでる暇なんてないのよ。わわわわわわ。虫なのです。虫じゃありません。それによく見るとあんまり美味しそうでもありません。なんかすっごく頭にくる。キリュウ、誰こいつ。
リス、こんなやつ知らないもん。ダラクを助けてなんかもいないもん。どう、オーリサちゃん、あなたを助けたのはこの子じゃないの？そんな虫もどきみたいな人ではありません。あのお方はもっと立派なお方なのです。リリス、虫もどきなんかじゃないの。他の場所を探した方が良さそうね。はい、そうしましょう。リリスもついてく。だってリリス迷惑受けたもん。こいつ助けたやつに文句言ってやるの。だってさ、恩人？知らないな、そんな話を。あなたじゃなくても他に誰かそういうことをした人心当たりないかしら。そうな、私は部活中無駄話はしないし、それにこの道場を使っているのはうちの部だけじゃないからな。そう、仕方ないわね。ちょっと迷惑だからこっちに。ああ、それはちょっと。じー。じー。なんだ。じー。なんだと言うんだ。剣を言え。だから何だと言うんだ。そんなに空手の稽古が珍しいのか。なんとか言え。違うのです。この人じゃありません。え、そうなんですか。おい、ちょっと待て。人に迷惑かけておいて謝りもしないのか。わかった、なら私も同行させてもらおう。こいつの恩人とやらに文句を言ってやる。文句があるか。霧城さんのことよね。
霧代さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。霧代さん？何ですか？今、ちょっと忙しいんですけど。くんくんくん。感じます。ちょっと違うような気もするけど、確かにあの方の匂いが。何なんですか？恩人ですか？私、そんなことした覚えありませんです。本当ですよ。もうお家に戻ってもいいですか？あ、ちょっと待ってください。知らないったら知らないんです。それじゃあ私、リサちゃん、どうしたの？無視されたのです。リサは頭に来たのです。私もこの人の恩人さん探し手伝います。当然です。弁償してもらわなければ気が済みません。リサちゃん、絵は描けるの？描いたことないです。お金は持ってないの？わけがありません。そうです。その恩人さんにお家を弁償してもらうんです。確かにあのお方の匂いを感じるのです。これだけ人に迷惑をかけたんだから、このままじゃ済まされないな。私、許せません。リリス、謝ってほしいの。絶対、弁償してもらうんです。
大変なことになっちゃったね。そりゃ動物相手に腹立てても仕方がないからね。やっぱり彼女がここに来るきっかけを作ったその恩人という人に怒りが向かうのも無理はないでしょう。したのです。あと一箇所あの方の匂いを感じた場所があったのです。本当に？本当なのです。こっちです。どういうことだ桐生。先輩、まさか桐生君、あなたが。そうなんですか。桐生なの？間違いないです。ここからあのお方の匂いが一番強く感じられるのです。言い訳はやめた方がいいわ、キリュウ君。そうだ、お前以外の誰がいると言うんだ。彼の匂いは。この人です。この人が私の恩人なのです。いいえ、間違いなくあんたよ。あんた今朝言ってたじゃない、お父さんのヘアトニック間違えて使ったって。やっぱりあなただったのね。先輩、弁償してください。桐生、許さないから。覚悟はいいだろうな。問答無用ね。
起きなよ、キリュウ。どうしたの？なんかうなされてたけど。後ろめたい思いがあるからそんな夢を見るのよ。少しは反省した方が。はい、みんな席について。突然だけど転入生を紹介します。男の子かな、女の子かな。はじめまして、転入生のリサなのです。よろしくなのです。どうしたの、キリュウ。ちょっとあなた。